次があれですね。はい、さっき予選をすっ飛ばしてもうすぐ準決だよって言いました、スタイルバトルのマルチに移りたいと思います。拍手。はい、じゃあそれではこのね決勝トーナメントですね、マルチね、こちらまず、クロサイド呼びましょう。ジョー、ジョー。対するホワイトコーナーの選手はフロムロシアからラッセルの登場を発信。ラッセル、これはたくさんのボールが飛び交いますね。飛び交いますよ。はい、ジュン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 、対ロシアの方ラッセルですけども、意気込みなどお聞かせ願いますでしょうか。はい、まあ、ロシアの人ってことでめったにもう本当バトルできる機会とか本当にないと思うんで、もう全力でやっていきたいと思います。いやー、拍手。で、ね、あのお客様お気づきかと思いますけども、ロシアの方とか、ね、外人の方がこのステージ上がるときに、そのチームというか同じ出身国の方がもう前に来たり大声出してすげー応援する気持ちが本当ガチすぎて、それがなんかね日本人もまだまだちょっと足りねえんじゃねえかなって俺も思うんで、ちょっとこの場で俺みんなの試すわけじゃないけど、純のことを応援してくれるんじゃないかなと思いますので、純を応援してあげてください。いや、もちろんラッセルもよかったらみんな騒いでね。よし、じゃあそのバトルの先行後攻を決めたいと思います。お願いします。もう一回だね。 OK、 先行はラッセルからいきたいと思います。スタイルバトルマルチの、準決勝第1回戦目でございます。いきましょう、バトルスタート。5, 4, 3, 2, 1,
終了。いやお和解した。そうだね、なんかこう国を越えたよ。そうじゃ確認しましょう。黒コーナーがジュン、白コーナーがラセル。ジャッジの準備ができましたのでお伺いしたいと思います。いきましょう、3、2、1、ジャッジ。黒5票、ジュンの勝利です。ラセルも楽勝。